どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今日も建築などをやりながら、雑談をしていこうかと思います。今日は、2018年3月25日収録なんですけど、久しぶりに、お出かけなどをしておりました。まあ、私、こんな身分なもんですので、まあ家におることが、とても多いんですけど、まあずっと家にいても煮詰まってくるというか、なんでしょう。結局なんかインターネットをしてるけど特に何もしてないみたいな時間が、過ぎていっちゃうことが、多いわけでして、まあ気分転換も兼ねて、サイクリングなるものをしてきたりしました。まあ私は京都の、まあ、なんて言いますか、片田舎とでも言うんでしょうかね。まあ、京都に、住んでいるんですけど、京都に住んでおるのですが、まあ、なんと言いましょうか。出雲神社っていうのがありまして、まあ、出雲神社っていうと、まあ、圧倒的に、あれですね、いわゆる、圧倒的に、出雲神社が有名だと思うんですけど、島根県にあるやつですね。まあ、それと同じ名前になってるのは、いわゆる、分社というやつだと思うんですけど、その、まあ、出雲神社に、自転車で行ってきました。何分ぐらいかかるのかな。1時間はかかんないですけど、まあ、30分はかかるかなっていうぐらいの距離感ですね。で、まあ、なんで行ったかって言ったら、まあ、単純に距離があるっていうのも大きいんですけど、まあ、わざわざ距離があるところに行くっちゅう話のも変な話かもしれませんけど、まあ、運動になるからですね。移動がまあ、自転車で行きましたんで、まあ、運動になるっちゅうのも、大きな理由だったのかもしれません。で、まあですね、そこがまあ、もともと出雲神社で縁結びで有名だったっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと前にパワースポットのブームがあったと思うんですが、その関係下で、すごく、人が増えてましたね。まあ、3月25日が、日曜日だったっていうのも、まあ確実にあると思うんですけど、まあ車で来てる人が、たくさんおりました。まあ私がなんとなく通っていたというか、まあ行ってた頃は、まだそんなに有名じゃなくて、今日ほど人はいなかったと思うんですけど、まあちょっとしばらく来ないうちに随分と有名になっていた感じがありました。まあ嬉しいような、そんなに有名になっちゃったのかみたいな、悲しさも、多少あったように思います。まあ、複雑な心境ですね。メジャーデビューしたバンドの昔からファンみたいな、そんな雰囲気もあるのかもしれません。関係ないかもしれません。
で、まあ、ですね。ちょっと境内で、まあ、ノートを広げて、まあ、アイデアを練ったりとかしながら過ごしていたんですけど、まあ、やっぱりずっと家にこもってるよりも、たまに、気分転換などをした方が絶対にいいよなっていう、まあ、当たり前のことを、思ったりもしました。まあ、すごい当たり前なんですけど、すごい当たり前のことで申し訳ないぐらいなんですが、私なんて毎日家にいてこのありさまですから、ちゃんと世の中に出られて働いてる人々とかは、特に、まあ、休みの日はずっと家でみたいなことになったりしがちだと思うんですけど、死ななかった。死ななかったけど、やばい。火じゃねえだろっていうぐらいやばいですね。今これ、今、スケルトンとかがやってきて射抜かれたら、それで死ぬところですね、これ。やべえ。話がすごい途中ですけど、ちょっとまあ作業現場の方に戻りましょうか。まあたまに外出するのもいいもんだなぁと。単純に外に出るっていう意味じゃ、パチンコ屋とかによく行ってたりするので、家に、まあ出てるんですけど、パチンコ屋に行くっていうのは結局、家という室内からパチンコ屋という、まあ室内に移動してるわけで、まあ神社という、まあいわゆる開放空間、屋外に出て春の日差しを浴びるなんちゅうのも、まあ当たり前ですけど、いいもんだなぁと、思ったわけであります。で、まあ私は、YouTube はこれ残念ながら、この記事を公開してるときはもう、Google の、無慈悲な決断によって、お金発生しないよっていう状態でやってますから、今やってることというのは、少なくともこう動画を公開した時点では、収益に一切つながらないという悲しすぎる活動であるわけですけど、お金なんないんですよね。変な話、今まで昔に公開した動画とかも含めて、まあ、それでも少なかったんですけど、月々1000円ぐらいにはなっておったところ、まあ、一気に0円になってしまったので、今このような動画を公開しているというのは、未来に向けた活動であるわけなんですけど、果たしてこんな適当なことやってる人が YouTube でお金もらえるようになるんだろうかっていうのは、未知なる部分だと思います。お金欲しい。どうなんでしょうね。私以外にも YouTube の夢絶たれた人とか、まあ、結構いたりするんですかね。まあ、いても全然おかしくないと思うんですけど。まあ、Google もすごい思い切ったことやったなっていう感じですね。好きなことで生きていくっていう夢が一気に絶たれた人がたくさんいたわけですから。まあ、夢が絶たれたっていうのは、まあ、正確な表現ではなくて、まあ、読者を集めばいいんだよっていう話なわけですけど、読者じゃなくてチャンネル登録者ですね。っていうだけの話なんですけど、
まあ、それがハードルが高い。チャンネル登録者1000人ですからね。1000人読者じゃなくて、登録者がいる人はもう、それは何か成し遂げた人だろうっていう感じがして、成し遂げた人にならないとお金払わないよっていう仕組みになったわけですから、これはなかなかヘビーなものが、あるんじゃないかと思います。成し遂げたいもんです。と、まあ話はどんどん出雲大社と話すと、逸れてきたわけなんですけど、まあ、出雲大社、縁結びで、まあ、さっきも言いましたけど、縁結びで有名な神社ですので、まあ、京都に来られた際、亀岡っていうのはその京都から言うと随分外れた場所に、なってしまうんですが、どこやねんっていうぐらいの場所な気もするんですけど、まあ、どうなってんだこれは。もしも京都に来られた際は、なんていうんですかね、まあ、京都に来て、しかも亀岡に行く人なんてかなりの好き者じゃないといかないとは思うんですけど、まあ、保津川下りのついでかなんかで、ちょっと寄ってみたりするのも、いいんじゃないでしょうか。まあ、京都市内の神社とかお寺に比べると随分、まあ、質素な、まあ、それでも、境内は広いんですけど、質素なお寺では、お寺じゃなくて神社ではあるんですけど、まあ、なんせ、そのパワースポットの威力っていうのは、まあ、日本屈指だと言われているみたいで、まあ、さらに、いわゆる、島根県にある出雲大社の、まあ、流れを汲んでいるところなので、まあ、そこそこ、まあ、言われもあるというか、いい神社と思っていただいて、いいんじゃないでしょうか。ですので、まあ、もしも京都に来られた際は、出雲神社という言葉を思い出されてみても、いいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと神社での話題も適当になってきたんですけど、まあ、ブログのネタとかを考えたりするのと同時に、まあ小説なんかを、のネタとかも食ってたんですけど、まあ、書くかどうかわからんですけど、まあ最近ちょっと親とか兄弟の関係がすごい嫌な感じになってきて、まあおめえが悪いんだろうって言われたらそれまでのことなんですけど、嫌な感じになってきまして、まあそこで、生まれたこう負の感情を、まあ何とか、小説という形で表現できないかな、なんていうのを考えてまして。まあざっくりと言うと、まあ何考えてんだって感じになるかもしれませんけど、まあ親兄弟をぶち殺して、主人公が幸せになる小説って書けないかな、と、思ったわけです。お前近いうちに親とか兄弟殺すんじゃねえかって言われるとかなり辛いものがあるんですけど、あるんですけどじゃねえよって感じですけど、まあ僕自身がその殺人をしようとかそういう話じゃなくてですね、まあ、世の中の一般的な倫理観に照らし合わせて考えると、まあ人殺して幸せになるなんていう小説はまあありえないというか、まああるかもしれないですけど、やっぱりその人を呪わば穴二つ的な部分とでも言いましょうか。やっぱりそれは、商業作品においてそういうことはまあ許されない。仮にまあ殺人がうまくいったとしても、
まあ主人公は何らかの罪を背負うみたいな、うん、内容にまあ普通なるんじゃないかと思うんですけど、うん、まあだからこそなんかその憎い相手を殺したらむしろ人生がものすごく良くなるみたいな内容の小説を書いたら、まあ誰かに届くんじゃないかなっていう言い方は、まあ不謹、うん、抽象的なんですけど、まあ、面白い内容になるんじゃないかなと、思ったりしたんですけど、そのアイデアをまあちょっと考えてました。うん、ただまあ当然ながらその非現実的な結末にしかならんかなっていう気はしましたね。うん、それはまあ仕方がないことな気もしますけど、うん、まあ実際に書くかどうかわからないですけど、まあ言っちゃうとネタバレになるので、あんまりネタバレっちゅうのはまあ変な話ですけどね。うん、仮にこれを小説を書いたとして、まあその少なくともこの動画を見てる人がその小説に触れる確率というのはとても低いでしょうし、うん、何を気にしてんだっちゅうぐらいの、話になるかもしれませんけど、うん。うん、まあ、なので別に、ネタバレとかそんなことは気にしないで、話しちゃってもいいっちゃいいんですけど、うん、まあ、一番最初に思い浮かんだのは、自分の父親と兄貴を殺したら、タイムパトロールがやってきて、ドラえもんで有名な、あのタイムパトロールがやってきて、すごい褒めてくれるっていうような、オチを考えました。うん、なんだそれはと、そんな小説面白いのかよっていう感じは、安心してください、言ってる本人僕もそんな風には思うんですけど、うん、まあなんかそのね、私の、父親じゃなくて、まあ、小説ですからその主人公の父親が、まあ、歴史的な何かに大きく関わっていて、うん、だからしてその人を、まあ、殺害することでなんか歴史的な何かが起きるみたいな、そういった感じのノリでしょうか。うん、まあね、ちょっとね、自分で言ってて自信がなくなるような内容なんですけど、そんなオチを考えましたね。うん、でまあ同じ発想といいますか、同じ発想で、まあ、まあ、タイムパトロールに褒められるっていうのは、まあ、なんちゅうか、その、いわゆる超展開ですよね。うん。いいか悪いかは別にして、超展開だと思うんですけど、うん、まあその超展開つながりで、まあ異次元の人から褒められるみたいな、うん、まあなんかその主人公が引き起こした殺人というのが、まあなんかその時空を超えた力をなんか生むというか、パラレルワールドに対して何か知ら作用するというか、まあそんなちょっととてもざっくりとした物言いになっておりますけど、まあそんな感じで、うん、なんかその違う世界の人から褒められるとか、まあなんかその
まあ今ちょうど、平成天皇から、の退位が話題になっておりますけど、まあ小説なのでフィクションにしないといけないですけど、まあ小説の中の皇族の人が、まあなんか退位ぐらいしか思い浮かばないですけど、なんかその国家的なことが起きて、まあ人を殺したけど主人公は恩赦になるとか、まあそんなような、まあ筋書きというかネタの元みたいなのを、考えてましたね。で、まあ、なんと言いますか、アイデアの着想が、まあ、私の親との関係が、まあ、劣悪になってるっていうところが着想なんで、それをもとに、まあ、小説を書くわけですから、まあ、カルマが深いと言いますか、まあ、笑えない話に絶対なるよなっていう気はするんですけど、まあ、どうなるんでしょうね。まあ、別にそんな、書いたって言っちゃいいんですけどね。小説はフィクションですから。まあ、ただうちの家族が見て愉快な気分になるかって言ったら、まあ絶対そういうことはないっていうだけの話かもしれません。っていうようなことを神社で考えてるわけですから、なかなかこう、私は罪深いやつなのかもしれませんけど、まあそんな小説の元みたいなものを、屋外に出て考えてみるというのも、まあ、いいもんだなぁと、思ったり思わなかったりするわけですね。さてさてと、この屋根を作っていかないとダメなんですが、まあせっかくなんで上に登れるようにしておきましょうか。建物の中心がどの辺りか非常に分かりづらくなってるんですけど、まあ屋根の上の脇つぶしも兼ねてグローストーンを仕掛けておきましょう。何か別のことを話しましょうか。出雲神社に行くのは、まあ、自転車で行ったんですけど、まあ、その道中といいますか、途中に結構な坂がありまして、その坂が結構気持ちよかったですね。登るのは大変なんですけど、降りるときにこう、一気に加速して、まあ、位置エネルギーといいましょうか、一気に加速して降りていく感じが、とても気持ちよかったですね。まあ、バイクとかを仮に乗れるようになったら、まあ、私は自動車免許は持ってますから、まあ、原チャリでもいいと思うんですけど、そういうのに乗ったりすると、またこれは世界観が広がるというか、
まあ、いいか悪いかで言えば、人生に良い影響を与えるかもしれませんね。まあ、私がちょっと、肉親に関して、負の感情を抱きまくるのは、家にずっとこもってて、誰とも話さないで、たまにパチンコに、たまにじゃないな、結構行ってるな。に行くような生活をこれ続けてるっていうのが、まあ、一番まあ影響があるというか、それがまあダメなんじゃないかっていう気はしますね。まあ当たり前のことですけど、家の外に出るのは非常に大事だなぁと、そんな風に思いますね。毎日ちゃんと外に出てる人は何言ってんだこのタコはっていうぐらいに思われるかもしれませんけど、神社に行ったっていうのも大きいですけど、やっぱし、お日様を浴びてっていうのは大事なんでしょうね。そしてまあ、もっともっとちゃんとした YouTuber の人とかが家にずっとこもってるのは、まあそれは職場が家だっていうような感じなのでいいと思うんですけど、私みたいに無収入の YouTuber なのにずっと家にこもってるというのは、まあ結構辛いもんがあるのかもしれません。ああ、これで、1円でもお金が出るようになれば、また違う世界が見えてくるのかもしれませんが、あの YouTube の規約解約は本当にエグかったですね。また見直されるかもしれないですけど、登録者1000人はきついよってやっぱり思っちゃいますよね。まあ同じこと何回も話してますけど。さてさて。これで大体いけましたね。こんな屋上なんで全然意味がないんですけど。まあ、せっかくなので、何かモニュメント的なものを屋上に作って終わりにしましょうか。グロウストーンがどっか行ってしまった。まあまあいいや。こうですね。そして、こうしましょうか。さらに、こうしましょうか。こう、こう、ここで、こう。そして、こう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 。何をこうこう言ってんだっていう感じですけど、で、こうのこうと。そして、こうで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 、こうと。これ、こうするとどうなるんだろう。これちょっときしょいですね。こう。
こうと。で、ここに隙間があるのがちょっと気持ち悪いので、こんな感じでいいでしょうかね。なんか今家の前でおっさんが喋ってますけど、この動画にそのおっさんの声が、入ってるのかどうかが多少気になりますが、まあいいでしょてこうであると。これももしかしたら YouTuber あるあるなのかもしれません。近所の人の声が動画に入っちゃったみたいな。まあそんなことはいいですか。まあ食材ですな、これは。ちょっと、松明ってのも地味ですから、趣向を変えましょうか。ここに最後、これを完成させて、この動画は、ラストということにしましょう。で、ちょっとそれを撮るために、ちょっと別場所に行かないといけないので、移動しましょう。いやー、窓の外でおっさんがめっちゃ喋ってる。由々しき問題ですね。まあ、マイク拾ってないですよね、さすがに。まあ、知らんおっさんじゃないですけど、ご近所さんの声が入ってても、それはそれでいいでしょう。さすがに話してる内容までは、私が聞き取れてないので、わからんでしょうから。よいしょ。このけど、まあ、耳を澄ませば、聞こえるっちゃ聞こえるんですけど、家の外で近所の人に、わかるぐらいの音量で話すおっさんっていうのはどういう思考回路なんだろうかと、そんな風に思ったりするわけですけど、まあそんなこともまあ千なきことでしょうか。気にしてると何でもかんでも気になるというか、そういうとこあるかもしれませんよね。あ、犬を殴ってしまった。犬を殴ってしまった上に、スケルトンを倒そうとしている。なんて良い犬なんだ。ちょっと BGM が鳴ってるので、 BGM の間はおしゃべりをやめてみます。近所でおっさんが話してる上に、どうやら家族が帰ってきた臭いですね。これはなんか親が帰ってきたでみたいな声が入り込む可能性が大になってきましたね。今玄関が開きましたね。もしも親の声が入り込んだら、その部分は動画はカットしておきます。
あとちょっとで動画を終えようとした時の声ですから、本当に私はついてない男です。はいと、そしてここにファイヤーで、まあこれも結構地味ですけど、まあこの聖火的なものを灯しました。まあ離れても見えないでしょうね、これ多分。煙だけ見えるって感じですね。まあまあいいです、これはまあ自己満みたいなもので、本当にやりたいならもっとこれを高くすればいいだけなんですけど、まあ、せっかくなんで高くしてみましょうか。って思ったけど、まあ、高くしてみますか、せっかくなんで。こうですね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 。そしてこうですね。こうですね。これはブロックの配置がミスってると多少めんどくさいことになりますが。そして火をつけると、よえそして飛び降りてみましょうか。ドン。これは完璧なる自己満足で終わりました。多少燃えてるのが分かりますけど、まあ距離を取ると分かるって感じですね。もうこれで完成ってことにしましょうか。最後にちょっとだけ修正して完成にします。丸石がナッシング、ちょっとで完成しようと思ったのに、ちょっとじりじりしちゃいますよね、こういう時は。ここに丸石があったのであった。そしてまあこれ1階と2階で道が違うっていうのも若干不便ですけど、まあ建築が終われば用途がまるで違うので大丈夫でしょう。こうですね。
さて、さらにやり忘れといえば、ガラスを貼って終わりにしましょう。まあこれぐらい裏作業にしとけよっていう話ですけど、まあ許してください。いやまあ本当に動画を閉めてしまってやっときましたでいいんですけど、いいんですけど、まあね、まあね、こんな動画のこの部分まで聞いてくれてる人はかなり、まあ、稀有な人で、実際誰も聞いてない可能性が高いので、まあいいじゃないですか。はいと、はいはいはいと、なかなかこう窓の外の景色もファンタジックになってきていいですね。もっとこう地面を掘りまくりたいんですけど、まだまだ足りてない感じですね。そしてここには、エンチャント瓶を入れまして、そしてあの下のディスペンサーに補給する仕組みですね。この部屋はただそれをするための部屋です。そして屋上には意味のない聖火が灯っているわけです。あれが拠点の街ですね。はい、てな感じで、マインクラフト雑談でありました。40分も喋っちゃいました。とりあえずこの施設はこれで完成なので、またエンチャント瓶を、たくさん集めまして、経験値シャワーみたいなものをやってみようかと思います。ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。おや？なんとマスクマンが起き上がり、こちらを見ている。マスクマンを助けるためにチャンネル登録をしてみませんか？マスクマンは弱い弱い絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。